ヘンリクステンソンは、スウェーデンヨーテボリ出身のプロゴルファー。2016年に全英オープンで優勝、同年のオリンピックで銀メダルを獲得した選手である。飛距離300ヤード超のスプーンをティーショットに多用し、2013年から日本仕様のアイアンを駆使する名手。1999年にプロ転校し、主に欧州ツアーを中心に活躍する。 2000年にチャレンジツアーで三勝をし、賞金王を獲得。2006年からアメリカ PGA ツアーにも参戦を開始。2007年のアクセンチュアマッチプレー選手権で、ステンソンは大会前年度優勝者、ジェフ・オギルビーを破って初優勝し、ここで、米国ツアー初優勝を飾った。その後は、欧州、米国ツアーともに優勝から遠ざかっていたが、 2009年5月に開催された PGA ツアープレイヤーズ選手権最終日にて通算12アンダーで逆転優勝を飾り2年ぶりのツアー優勝2016年7月の第145回全英オープンでは4番ウッドの代わりに2番アイアンをゴルフバックに入れてラウンドし3日目にフィルミケルソンを逆転し首位に立つと 最終日の難しいグリーンセッティングの条件下で、メジャー大会最小スコアタイの63で回り、メジャー最多アンダーパータイの通算20アンダーで、メジャー初優勝を果たした。2位のフィル・ミケルソンに3打、差、3位の JB ・ホームズには14打差での勝利。1アジアンツアートの共催2サンシャインツアートの共催プレイオフ記録 ABC ・ステンソンがメジャー初。 V. ミケルソンとのデッドヒートセース。ゴルフダイジェストオンライン。2016年7月18日へ閲覧。ありがとうございます。